フィアット。フィアットはイタリアの自動車メーカーである。現在は持ち株会社であるフィアットクライスラーオートモービルズ付加の一部門を構成する。社名のフィアットとは、ホブリコイタリアなオートモビリートリーノの頭文字を取ったものである。トリノのイタリア自動車製造所の意味。トリノ市のリンゴット地区に本拠を置くことからフィアット本社工場とリンゴットは しばしば同義とされる。フィアット、陸に、海に、空にのスローガンのもと、自動車のみならず、自動車関連業、鉄道車両や船舶、航空機の製造などのイタリアにおける産業分野全般を掌握し、マスコミュニケーション、金融等にも進出している。このことから、イタリアのみならず、ヨーロッパにおいても大きな影響力を持つ。かつては、 フランスはルノーを持っているが、フィアットはイタリアを持っているとまで評された。イタリア証券取引所に株式を上場している。2007年まで、ニューヨーク証券取引所、コード、FIA にも上場していた。創業グループの一人のジョバンニ・アニエッリを継ぐ、アニエッリ家が、大株主なり代々経営を行っている。ジョバンニ・アニエッリがイタリア北部の数人の実業家の、 出資によって1899年にトリノで創業された。同年には最初の自動車を発売した。その後1902年にはアニエッリがフィアットの社長となった。1908年には最初の航空機エンジンを開発した。第一次世界大戦中にフィアットはイタリア北部の工業都市トリノにある工場をフル創業して、 連合国軍の一国であるイタリア軍に軍需製品を供給した。路面電車、航空機、鉄道列車、トラクター、ディーゼルエンジンなどの生産で、当時3万人以上の労働者を雇用していた。第一次世界大戦後には、ミレミリアなどのレースでも活躍したほか、フォーミュラーレースにも参戦して、アルファロメオやブガッティなどと歯を競った。その後、トッポリーのこと初代、 500などの大ヒットモデルを出したほか、高級車部門にも進出した。また国外進出に意欲的で、第一次世界大戦後には日本やアメリカ、満州国などへの輸出を拡大したほか、1934年にはフランスにシムカを設立させたほか、ドイツでは1932年に NSU の自動車部門を買収し、NSU フィアットとした。 イタリアが1940年から参戦した第二次世界大戦では各種軍用車を生産するほか航空機などを生産したがイタリアは1943年に連合軍に降伏しさらにその後も本社のあるトリノなど北部がドッツ軍の占領下に置かれたため生産が停止したばかり加工場が連合国軍機の爆撃を受けるなどの損害を被ったさらに 第二次世界大戦終戦直後の1945年12月に、ジョバンニ・アニエッリが死去したが、その後は、ビットリオ・バレットが経営を行い、イタリアが、戦災から復興し1950年代から1960年代に、けて、イタリアの奇跡と呼ばれる、経済成長を遂げ、アウトストラーダの拡張や、自家用車の普及が進む中で、500、ヌーバヤ、 600などのヒットモデルを送り出した。なお戦後になっても海外進出には積極的で1950年にスペインでセアと現在はフォルクスワーゲングループを設立し1968年にはトルコでトファシュを設立している。さらに南アメリカではアルゼンチンに進出したほか1970年代にはブラジルでも生産を始めた。また、 イタリアが冷戦下において共産党を含む左翼陣営が勢力を持っていたこともあり、他の西側諸国が進出を躊躇していた東欧圏への進出を進めた。ソビエト連邦にプラントを輸出し、1970年にアフトバースが元イタリア共産党書記長のパルミーロ・トリアッティの名を冠したトリアッチ市に建設された工場でジグリ、輸出名、ラーダの生産を開始した。 また、1930年代から生産していた、ポーランド、ポルスキフィアットでの生産を1965年より再開したほか、ユーゴスラビア、ザスタバにも進出した。1966年に、ビットリオ・バレッタから、ジョバンニ・アニエッリの孫のジャンニ・アニエッリ、ジャンニは、愛称、本名は、祖父と同じジョバンニが経営を引き継いだ。 ジャンニ・アニエッリが経営を引き継いだ1960年代後半から1980年代にかけては、アウトビアンキ、1968年や、フェラーリ、1969年、アバルト、1971年のほか、経営不振に陥っていた高級車メーカーのランチアを1969年に買収した。さらに、国営化されて、 以降高コスト体制と品質問題による販売不振から経営苦境に陥っていたアルファロメオを186年に参加に収め、イタリアの自動車業界を事実上独占することになる。さらに、オートバイ及び小型車メーカーのピアッジオを1964年に買収したほか、電装部品メーカーのマニエッティ・マレリを1967年に買収した。 また、商用車部門として、イベコを1975年に創立した。この間、フィアットは、石油ショックや、その前後の左翼勢力による、慢性的な労働争議により経営が不安定化し、1974年から1978年まで、新型車の発表がなかった。しかし、リビアの原種である、カダフィ大佐からの融資を受け入れ、 その後1980年代初めに発売された斬新な設計の小型車パンダとウーノの成功で窮地を脱したほか、1988年にはエンツオフェラーリ泣き後のフェラーリを完全子会社化した。その際、ペイオフ一時解雇された従業員を呼び戻し、同じ経営不振のルノーを買収する噂も流れ、実際にフランスではエイプリルフールに 買収の嘘のニュースが流されたほどであった。しかし実際は政府の要請で買収したアルファロメオの経営立て直しに多額の資金を費やさざるを得なかったことや労働葬儀により経営状態は安定せずイタリア政府による日本社の輸入規制やレイオフした社員を政府による救済機関で引き取ってもらうなどの措置に助けられている状況であった。 1990年代は、ブラーボ、ブラーバとジョルジェット、ジュージアーロのデザインした初代プントがヨーロッパで大ヒットし、過労死でその屋台骨を支えたが、その後も欧州連合発足後のイタリアにおける日本車の輸入規制撤廃による競争激化などを受けて不安定な経営状況が続いた。2000年より自動車部門でゼネラルモーターズと提携していたが、 経営状況が悪化したフィアットとの提携を進めることを躊躇したゼネラルモーターズ側が2005年に一方的に提携を解消、買収契約に関する違約金15.5億ユーロをゼネラルモーターズから得た。その後は傘下のフェラーリ及びマセラティの経営を立て直したルカ、コルデーロ・ディ・モンテゼ・モロ会長及びセルジオ・マルキオンネ CEO のもと、 ゼネラルモーターズから得た医薬金を原資に経営の立て直しを始めた。そのような中でもアニエッリ一族による経営が基本にあり、2005年にはジャンニアニエッリの孫のジョン・エル・カーンがフィアットの取締役に、その弟のラポイル・カーンがブランドマーケティング担当部長に就任し、過去に使用していたロゴマークを復活させ、ロゴを入れたアパレルなどを展開し、世界的に 大ヒットさせた。なお、長い歴史を持つフィアットは、社名ロゴと、車両オーナメントの変更が多いことでも知られている。また、経営立て直しの一環として、モンテゼーモロ会長の指揮のもと、2005年に、相次いで3つの新型車を発表している。まず、導入が待たれていたシンディセグメントモデルを、かつて使用していた、社名、クロマノナで発表。 ワゴン風の5ドアボギとなっている。続いて7月28日、フィアット社は、プントの第三世代、グランデプントを発表した。実際に全長が4メートルを超える、グランデ、大きいサイズだが、それ以上に大きな命運がこの車種にかかっているとされ、実際同モデルは、その後2006年1月のヨーロッパ市場における、販売台数1になるなど、フィアット立て直しのシンボルとなった。 さらに十二月十一日には、鈴木との共同開発による小型クロスオーバー、SUV、セリチ十六四四イコール十六から、を発表。これらはいずれもジョルジェット 10GRO との協力で、デザインされたのである。そのような中、九百七十九年のデビュー以来、根強い人気に支えられてきたパンダの光景である、ニューパンダが2 0 0年度のヨーロッパカーブザーを、 受賞したその後、積極的な新車構成と、ラポエルカーンが主導する、ブランドイメージの復活を受けて、販売台数が増加し、2005年11月には、単月黒字を計上したほか、その後も、単月黒字を連続して達成。その他にもクロマの予想を上回る販売台数を得た、ほか、グランデプントが2006年1月の、ヨーロッパ市場における、 販売台数1位になる。2006年第3四半期の販売台数も、ルノーやプジョーなどのライバルが前年日割れになる中、前年非増になるなど長年の低迷から完全に復活したとの評価を受けた上に、自らも復活宣言を行った。2007年には、グランデプントベースのセダン、リネア、大失敗に終わったスティールの後継車種、ブラーボ。 これまたかつての社名が復活、往年のヒット作である500の新型をデビューせ、同社種はヨーロッパカーオブザイヤーを獲得した。さらにはアバルトブランドを復活した。2009年1月にはサワベラスキャピタルマネジメント参加で経営再建を目指しているクライスラーに資本参加し35%の株式を取得する資本提携行為を発表した。フィアットは クライスラーが北アメリカ市場で燃費性能の高いコンパクトカーを生産するための技術などを提供すると同時に北アメリカ市場以外におけるクライスラー社の販売でも協力するこを表明した。これを受けてクライスラー300がランチャーテーマとしてダッチジャーニーがフィアットフリーモントとしてイタリアをはじめとしたヨーロッパ市場で販売されたほか500が アメリカ市場で販売されることになった。2010年4月21日、フィアットは産業機械及び商用車部門を分離すると発表。翌2011年1月1日に CNH グローバルやイベコなどを統括する持ち株会社であるフィアットインダストリアルが設立れた。2012年5月23日にマツダと業務提携を発表。 マツダロードスターの4代目モデルをベースとした新車をアルファロメオのブランドで販売する計画を発表した。生産はマツダが担当する。その後、アルファロメオではなく、フィアットから124スパイダーとして販売されることが発表された。2014年1月にはクライスラーを完全公会社化すると発表し、同年10月12日に合併。 新たに設立された持ち株会社、フィアット・クライスラー・オートモービルズ、負荷の参加にフィアットとライスラー両社が置かれる企業形態となり、トヨタ自動車やホルクスワーゲン、ルノーやゼネラルモーターズなどに次ぐ規模の自動車グループとなった。翌13日には、ニューヨーク証券取引所での取引を開始した。またその後フェラーリを負荷より分社化するとともに上場させたが、 現在もマルキオンネ会長がフェラーリの会長を兼任しマセラティへのエンジン供給を行うなど密接な関係を保っている。また、上場以降はアルファロメオやアバルト、ジープなどの高付加価値ブランドの車種展開の積極化を行うことで収益の向上を図っている。しかしながら同時にグループ内の経営効率化を受けて 老舗ブランドのランチアの展開縮小が進められている。事業買収を長年続けてきた結果、フィアットの事業分野は自動車製造やエンジン製造、造船業などをはじめとする製造業、農業、金融と多岐に及ぶ。イタリアの各種製造業の多くがフィアットグループに属するためその影響は大きい。フィアットグループオートモービルズ。 フィアットグループオートモビルズ SPA は2007年フィアットグループ内における自動車関連事業を再構成する目的で設立された会社である。同社は以下の会社を包括している。フィアットは第一次世界大戦後よりミッテミリアをはじめとするモータースポーツに参戦している。また世界ラリー選手権 WRC には早期から参戦しており、 1970年代はグループ4マシンの124アバルトラリー、131アバルトラリーで活躍をした。特に131アバルトラリーはマニファクチャラーズ部門を3度、ドライバー部門を2度制覇し、WRC で最も活躍した FR 社となった。1980年代からはグループのランチアのグループ B びグループ A 車両で参戦して、 好成績を残し、特にデルタで6連覇を果たした1987年から1993年にかけては上昇とも言える活躍をしていた。近年は経営悪化もあって活動を潜めていたが、プントで JWRC に継続的に参戦。2006年から本格的にシリーズ化された S2000 クラスにグランデプントで参戦し、ヨーロッパ選手権。 イタリア選手権を制覇し、アバルトブランドを復活させた。2007年からは、アーク、インターコンチネンタル、ラリーチャレンジに参戦。2007年から2009年まで6勝するも、タイトルを獲得したプジョー、シュコダには届かず苦戦を強いられている。また、2007年から2010年までの間、ロードレース世界選手権、モートジッピークラスにおいて、ヤマハチームのスポンサーとなった。 自動車会社が、資本関係のない他の自動車会社のスポンサーとなる、ケーストラック業界等を除くと数少ないが、チームにフィアットと、資本関係のあるフェラーリへの挙手が噂されていた、バレンティーノ・ロッシ選手がいたことが関係していると見られている。最終的にヤマハへのスポンサーシップを終了した、理由も明らかにはされていないものの、ロッシが、翌年ブカティへ移籍することになったことが、 大きな理由であると言われている。イベコブランドなどで生産されているトラックやバス、建設機械やトラクターなどの農業機械などの事業は2011年に分社化されてフィアットインダストリアルとなった。なお、かつてはフィアットはトラクターメーカーとしても知られていた。1919年、最初のトラクター702型の発売を皮切りにフィアットは農業機械部門に進出した。 1971年にランボルギーニグループからランボルギーニトラットリー1農業機械部門の全株式を取得。1984年には農業機械部門をフィアットアグリとして分社化。1988年には建設機械部門も統合し、フィアットジオテックと解消。1991年にフォードニューホランドを買収、ニューホランドジオテックと解消する。 その後、1999年には、ケース i h を買収し、CNH グローバルと解消した。現在では、CNH グローバルの有するケース i h ニューホランドブランドのトラクターが、世界中で発売されている。かつてフィアットは、航空機及び飛行機エンジンのメーカーとしてもなお、馳せていた。特に軍用機の分野では、様々な用途の機種を開発、生産していた。 第一次世界大戦後、フィアットは、ボミリオやアンサルドといった、小規模な航空機メーカーを吸収し、1930年代には、フィアット CR-32 や、フィアット CR-42 といった有名な、複用戦闘機を世に送り出した。第二次世界大戦では、ダイムラーベンツ製のエンジンを搭載した、戦闘機、フィアット G55、優れたデザインの爆撃機フィアット BR-20 などを、 イタリア空軍に提供した。さらに、イタリア軍向きにフィアットレベリ M193050 機関銃など、機関銃を製造していた。1950年代、ナトー加盟国で、共通の軽戦闘爆撃機を装備する計画が持ち上がり、フィアット G91 が設計された。その後、航空機開発部門は、アエルタリアを設立するために、アエルフェールと合併した。 G91 の生産もアイリタリアが引き継いだため、アイリタリア G91 と呼ばれている。鳥の市の有力市、ラスタンパ、LA ストンピなどの各種マスコミも、フィアットグループに属する。また、ジョン・エル・カーンが、取締会のメンバーを務める、コリエーレ・デラ・セラも影響にあるとされる。イタリアサッカー一部リーグセリエ A の競合ユベントスは、 フィアットのオーナー一族であるアニエリケが設立し、現在も同家がオーナーとしてその資金、運営においてバックアップしている。そのため、ユベントスの選手たちは、フィアットグループの車に乗っている。現在の胸スポンサーは、フィアット参加のブランド、ジープ。第一次世界大戦後より日本への乗用車の輸出を、はじめ、大倉吉郎率いる日本自動車や、柳瀬が、 正規輸入販売代理店となり、509トルペードや1500ベルリーナなどの中型車を販売していた。その後1930年代に入ると、満州国への輸出も行っていた。1938年、昭和13年には大日本帝国陸軍が、意識重爆撃機を輸入して使用していた。第二次世界大戦後も乗用車の輸入が行われて、 いたが、いくつかの変遷を経て1980年代に、入ると、ジアクスカーセールス、チェッカーモータース、サミットモータース、スミトモ商事が、正規輸入販代理店となり、フィアットのみならず、アバルトブランドの車種も輸入販売された。なおアルファロメオの輸入販売は、イタリア本社の民営化など様々な要素から、正規輸入販売代理店が変わり、 その中で1980年代中盤には日本国内での正規輸入販売代理店がなくなり輸入販売が中断することとなった。しかし1988年に大沢商会が正規輸入販売代理店となったことで輸入販売が再開された。1990年代以降は地場資本の企業による輸入販売をやめ当時他の欧米の自動車会社でも 積極的に行われていたように自社の日本法人を設立して自前での輸入販売への切り替えを進めた。1990年4月よりフィアットグループオートモービルズは日本法人アルファロメオジャパンを設立アルファロメオ社を販売するディーラーもアレーゼの整備を始めた。同年11月にはアレーゼにおいてフィアット社の取り扱いも開始し社名を フィアットアルファロメオモーターズジャパンへと解消した。さらに1997年のフィアットオートジャパンへの解消を経て、2007年8月よりフィアットグループオートモービルズジャパンとして、フィアット、アルファロメオ及びアバルトブランド社の輸入、販売を行っている。ディーラーモーの名称は2003年以降アレーゼからアルファロメオへと変更され、さらに、 フィアット、アバルトが追加されている。1998年までは、マツダ系列のオートザムでも取り扱われていた、ランチ屋の正規輸入は、現在行われていないが、ガレージイタリー屋が並行輸入し、販売を行っている。2012年7月1日に、フィアットグループオートモービルズジャパンは、クライスラーの日本法人でもあり、メルセデスベンツ日本の子会社でもあった。 クライスラー日本と業務統合し、イアットクライスラージャパン、FCJ を発足させた。なお、フィアットクライスラージャパンは、法人名称ではなく、登記場は別々に存続していた、フィアットグループオートモービルズジャパンとクライスラー日本を一括した故障と敷いた。そして2015年1月1日、フィアットグループオートモービルズジャパンとクライスラー日本の両法人は、 正式に合併し、社名を、フカ・ジャパン株式会社、フカ・ジャパンルテッド、略称、F シャーチに変更。2016年からは、フィアット・クライスラーのそれぞれの部門で、正規ディーラー網の再編成が行われている。2016年4月1日に、全国のクライスラー・ジープ店の名称を、ジープ、地名に変更。同年10月より新 CI による、 統一店舗デザインが導入される。2016年7月1日から、フィアット正規ディーラーで、アバルトブランド全社の取り扱い及びサポートを開始。合わせて、ディーラー名を、フィアット、アバルト、地名に変更した。2017年より、アルファロメオを新 CI の専売店舗で販売する、体制を開始。アルファロメオの販売を、 フィアット、アバルトとの平売体制から切り離し専売制へと移行する。フェラーリとマセラティは長年正規輸入販売代理店を経由しての輸入販売が行われていたが、同じく日本法人による輸入販売に切り替えられた。現在フェラーリは2008年に設立された日本法人のフェラーリジャパンが輸入し、コーンズモーターズや ロシソスクーデリアなど発車の正規販売代理店が販売している。マセラティは2010年4月に設立された日本法人のマセラティジャパンが輸入し、全国の正規販売代理店が販売を行っている。かつてはクボタがフィアットブランドのトラクターを輸入していたが、現在は参家のニューホランドとケイエ i h のトラクターが日本法人の日本ニューホランド及び 三菱の沖きによって入りされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。